はい、どうも皆さん、こんにちは、ビサです。さあ、今日の本題なんですけど、6月にですね、毎日30日間叩いてみた動画を必ず1本上げて、毎週金曜日に生配信もするというプロジェクトをやってたんですね。で、今日はその30日間をただ振り返ってもつまらないので、ランキング形式にして、感想と分析を皆さんにお話ししたいと思います。演奏した楽曲の一覧がこちらになります。分析をしたくて、そのメモ書き用なんで全然地味な図なんですが、ドラマー YouTuber の方とか参考になる部分もあるかなと思うんで、じっくり見たい人は一時停止して見てみてください。で、そんなわけで30日間振り返ってベスト3にそれぞれテーマを分けて発表していきたいと思います。まずは、この30日間の中の再生数ベスト3。まあ、これはポンポンポンで発表しちゃいますね。まずは、第3位、東京事変メドレー。そして、第2位、キングヌー、スランバーランド。そして、栄えある第1位は、キングヌー、フラッシュ。まあ、キングヌーというアーティスト自体が、そもそもめちゃくちゃ今、勢いのあるアーティストなので、今、鉄板だと思います。というわけで、続きまして、ドラムの難易度ベスト3。まあ、30曲の中で、単純に、これ難かったわ、大変だったわっていうベスト3ですね。第3位、ダーティーリプス、ヒットミー。知る人ぞ知る洋楽なのかなっていう感じなんで、再生数も正直そんなに伸びてないんですけど、フュージョンっていうジャンルですごい鋭いキメが多い楽曲になっていて、すごいテクニカルな数がたくさん詰まっているので、まあ、これはシンプルに難しかったですね。ぜひ見てみてほしいです。そして第2位は、ミレニアムパレードの Fly With Me。これはね、ぶっちゃけるとね、叩けてないもん。だって全然本家のノリからすると全然ダメっすね。正直片思いな、好きだっていう気持ちだけでなんとか乗り切った動画かなと個人的には思ってますが、皆さんからは温かいコメントをたくさんいただけてすごい励みになりました。ありがとう。第1、そこになる手のひらで踊る。まあ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 、これも見てもらえばわかるかな。百聞は一見にしかず。目まぐるしい派手。以上、大変でした。そして最後のランキングベスト3は、思い入れのある動画ベスト3。僕自身が、叩いて動画を編集して、より思い入れの詰まった動画となったなと、改めて振り返って思う動画がこの3つなんですが、早速行きましょうか。第3位、フレデリック、オドループ。動画を編集しているうちね、これは叩いてみた動画なのかと思ったりもしたんですが、これも見てて楽しいというコメントいただけたので、そのコメントがあっただけで、まあ、オールオッケーと。第2位、キングヌー、ザ・ホール。YouTube の叩いてみた動画でバラードを上げるってどうなのかなって僕ずっと思ってたんですよ。やっぱり派手だったり、アップテンポで見てテンションが上がるものを上げないと、あんま見ても楽しんでもらえないんじゃないかなと思ってた先入観がずっとあって、まあ、叩く側からするとバラードすごい楽しいんですよ。やっぱ感情乗せられるから、その感情が
伝わったのかなという部分もあって、皆さんに評価していただけたので、これは僕としてもすごい嬉しい動画でした。さあ第1位なんだと思う？思い入れ、第1位はですね、東京事変メドレー。一番最後の日に上げてるんですよね。僕とにかく、東京事変の畑俊樹さん、ずっと前から憧れの存在なんで、この愛は伝わるだろうと思ったので、一番最後の日にメドレー形式にしてあげたんですが、なんかね嬉しいんすよ。まあコメント欄でも、このチョイスは分かってるねって言ってもらえたコメントがすごく多くて、あ、俺たち通じ合ってるなって感じがすごいするんすよ。そういうコメントもらえると、なあめちゃくちゃ嬉しかったので、まあリクエストも東京事変自体すごい多かったので、自他共に認める思い入れある1位でいいんじゃないかな。やっぱりいろいろ分析はしましたが、ちゃんと気持ちの部分を伝わる動画作りっていうのは結局一番の基本なのかなと。楽しんでもらえてたら嬉しいです。動画制作自体はぶっちゃけそんな苦じゃありませんでした。作業的に大変だったけど、7月8月もやれって言われたら、やる。さあそんな30日間を経て、エビスタンな7月7日についにチャンネルが1周年を迎えます。3万人達成したらまたプレゼント企画をやろうと思ってます。前回はね、5000人突破の時ですね、 T シャツやバッグをオリジナルで作ってやらせてもらったんですが、次はなんか雑記類あげてもいいかなと思っちゃってます。僕が使っていたものをプレゼント企画にしたいと思ってるので、チャンネル登録をお願いします。